今週は1回戦 F グループの戦いをお伝えしていきましょう。酒井美香、姫路うらら、松永ひろみ。もう P リーグでは本当にあの好カードといって間違いない一戦なんですが、丸山さん、はい、この3選手は過去に一度対戦したことがあったんですね。そうですね。でもその時のことをじゃあ今振り返らない方がいいな、きっと。そうですね、いろいろ影響が及ぼす可能性があらゆる面で出てくると思いますので、はい、姫路うらら一投目です。どうだ。よっしゃ、ナイスオッケー。三選手が一回戦 F グループで戦います。まずは姫路うららストライク。まあでも P リーグにおけるデータを見ますと、この酒井は85ゲーム投げて平均アベが 202.7。 先ほど投げた姫路は115ゲーム投げて 214.1。 まあ名手ともに P リーグの頂点トップを形成する3選手です。ここは9本。そして3人目の松永ひろみ、108ゲームを投げて 225.8、 ストライク率、マーク率ナンバーワン。初めに入りました。松永のハイゲームが288、酒井が279、姫路が289、酒井は天秤をマークしました。ちなみに松永が一番後輩ですからね、今多分甘えてますよ。今までいつも大体がもう後輩と相手ばっかりでしたからね、久々にね甘えられるんですよ。なるほど、はい。それで練習ボールでは一番弾んでいた松永ひろみ。姫路うらら、よっしゃ、ストライク。冷静な姫路がなんか怖いです ね。今日は姫路選手、はい、ベテラン3人でお客さんを楽しませますよとコメントくれました。もう嫌顔にもいい意味で何かを巻き起こして引き起こしてくれそうな3人。酒井美香、薄めに入りました。カウント7です。まあ、ハイゲームもさることながら、やっぱりP リーグの頂点、女子プロボーラーも頂点を極める3人がこの P リーグでどんなやっぱりワンゲームをするかって本当楽しみですね。そうですね。いや、ついてない。集めついてないですね。松永9本です。ここはきっちり残す、難しいピンを払っていきました。ちょっとアンラッキーな2投が続きました。おお、あぶね、あぶね、あぶね。この後もハイレベルな戦いが続く。姫路、酒井、松永の強豪対決となった1回戦フーレフ。ゲームはターキーを狙う姫路の第3フレーム。3つ目を持ってくれるか。第3フレーム、綺麗に投げましたけどね。よーしゃ、ストライク。よしも何も言わないで帰ってきますよ。今日の姫路は一味違う、何かが違う。さあどうだ。よーしゃ、ストライク。そういえば酒井プロ承認大会トロキカップで決勝、姫路プロに1ピン差で負けたっていうニュースもありますね、はい、最後の10フレームで最後の投球で一品差で負けましたね、はい、それは姫路がストライクアウトで決定したというぐらいものすごくいい試合でした。なるほど。松永ひろみ、第3フレーム持ってこい。よっしゃ、ストライク。ちょっと遅れてごめんね松永ひろみ。そんな感じで第3フレーム持ってきました。まさにそんな感じですね。こっからでしょう。こ
その一つのラインを彼女が手応えとして感じればストライクがつながっていくはずです。さあずっとストライクを続けている姫路、第4フレーム4つ目綺麗に出そう。ちょっと薄いか、薄かったですね。丁寧に行き過ぎてましたね今ね。それをやっぱり2人がストライク来たから丁寧に行こうとしましたね。で逆に2人とも少ないチャンスの中の1つ目のチャンス、ストライクを連続させる、ここは必要性を十分に感じてますよね。どうだどうだ、テンピンが残ります。綺麗にマークしました。坂井第4フレーム2投目です。同じ10番ピン、これも正面からマークしていきます。ここまで姫路がオープニングから3つストライクをつなげてきました。松永にとっては2マーク差はちょっと困るので、まずは1マーク差にしときたいですよね。まずはダブルに。あ、爪やちか。うおー、ストライク！この後ゲームは三つどもえの大激戦。1回戦 F グループは4フレまで終え、姫路がトップ。それを1マーク差で松永、そして酒井が追う展開で第5フレームへ。メシウララ第5フレーム折り返し、動きましたね。 1,2,3 といいリズムできたんですが、ここの第5フレームでちょっと大きな壁が立ちはだかっています。坂井美香第5フレーム持ってこれるか。さっきはストライク、よっしゃストライク。左のレーンは大丈夫そうですね。右でまだストライクが来ていない。さあ姫路第5フレーム2投目ですが、ここはトライしていくでしょう。テイク2です。10番ピン絶対と静かなストライクでしょうね、うん、うわー、珍しい、珍しく薄めでいった。これは珍しい。しかもスプリット5番、しかも7番付きという感じですよね。5番ピン右側1センチも厚くボールに当てたくない、5ミリぐらいですね当てたいのは。どうだいくか、うわこれは一寸先が読めなくなりました。3位に落ちました松永。姫路は第6フレームに突入、12ピン差で3人。どうだ良さそうだ、よっしゃストライク。本人としては薄めで持ってくるには持ってきたけどというところなんでしょうか。第6フレームストライクがつきました。姫路うらら、チャンスは酒井に今度は来ましたね。第5フレームストライク、そしてこの迎えた第6フレームです。右側のレーンではストライクがまだ来ていないという、アジャストできるかどうか。ちょっとうまく攻め方を変えたんですが7番ピンに届きません。松永どうだ、よっしゃストライク。今のはラッキーでしたね。本人的にはラッキーですよ。危ない危ない危ない、はい。坂井は9本スペアで第6フレーム。姫路うらら第7フレーム1投目どうだ、あっとっと危ない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 、
外に膨らますと曲がりが大きくなり、ね、厚めにいくというところでした ね。さっきと同じようなスプリットになるかというところでしたけども、今7フレームですから次の9フレーム目この同じレーンで投げるときが非常に注目になりますよね。さあ回第7フレームよっしゃストライク37レーン左側のレーンはもう完璧ですね。プレーをこっちの左側で迎えたかったですね。第7フレーム2投目さあ松永がここでまた追いつくチャンスですね。ストライクくれば2位に浮上、トップと2ピン差にまで迫れます。まあここの1投ですよね。さっき5番、ね、7番でちょっと不明ようなピンが残りましたから、はい、そこをどう彼女が微調整してくるのか注目の1投。どうだ押してきた今のはどうですか、突っ込めなかった。逆にですね、はい、あの先輩2人に対しての意識強すぎるのが松永ですね。おー、なるほどね、はい、楽しんでもいますけどちょっと自分の中で勝手に自分で緊張させてますよね、うん、よし。この後三者譲らぬ接戦の決着。1回戦 F グループは7フレまで終え、依然姫路がトップ。それをワンマーク差で酒井と松永が追う展開で終盤第8フレーム。酒井チャンスのタイミングが来ました。トップに躍り出るチャンスなんですけどね、右側のこのレーンはまだストライク来てません。酒井です。どうだ来い、よーよーしゃストライク。わざと柔らかく投げましたね。テクニシャンですね。柔らかいボールを投げさせたら酒井の右に出る選手ってなかなかいませんもんね、うん、はい、ものすごく難しいことなんですよ。迫力あるようにね投げたいのみんな思ってるんですけどね、それをしない方が本当はピンの倒れ方ってたくさん倒れやすくなるんですけどね、うん、松永第8フレーム、はい、第8フレーム、はい、よーしゃストライク。さあ三者動きましたよ。面白くなりました。今は1位酒井、2ピン差で姫路、トップ酒井と松永、3位との差が14ピン差で内転フレームですね。ここものすごく大事です。姫路第9フレームダブルになるかどうか。大きく出しましたね。どうしてもやっぱあのラインを使いたいんですね。こだわりましたよね、完全にこだわりました。この右側のレーンに対しては、それが裏目に出てます。大チャンス酒井、松永です。松永絶対追いかけてくるの分かってますからね、逃げたい。第9フレーム3つ目になるかどうか。どうだ、おっと9本だ。気持ちが入りすぎちゃいましたね今。さあキラリと光った松永の目。さあ松永の前に姫路、これは結構しびれる一投だぞ。はい、ここはきちんとマークしていきました。それは酒井にも言えますよね。天品酒井の第9フレーム2投目、15ピンマークしてきました。さあ3番手で投げる、そこにチャンスが巡ってくるかどうか。しない投打持ってこれるか。どうだ、うわ来ないんだ。なんと全員9フレームに9本スペアでなんか終わるそうですね。大ラッキーなのは酒井美香。中盤ピンをマークしました。姫路うらら全部持ってきて215ですから、
さあ215への階段、まずは一歩目の階段です。持ってこいよ姫路。松坂にチャンスが来てる。あそこのライン、あの角度で入ってストライク来ないんだ。これで204止まりになります。イメージスペアストライクです。これは痛い。さあ坂井注目の10フレイ遠目、唯一のノーミス。どうだ、あーっと危ない、危ない危ない。ストライクが来なかった、でも割れなかった、一安心ですけど、松永にとってもっとチャンスが巡ってくるわけですから。先ほど第8フレームでストライクを持ってきている松永、その前に姫路の10フレ2投目いきましょう。普段にも増してレギュラーのトーナメント以上に集中力が必要な一投っていうのは絵からも伝わってきますよ ね。 そうですね。もし言葉が発せられるんであれば関西弁的になんでやねんみたいなところでしょうね、うん、きっとね。確かに坂井10フレ2投目、カウント勝負になりました。ストライクストライクですと204と205ですよね。で松永全部持ってきますと203です。それ知って投げなきゃいけないですよね。なるほど。もし姫路9本ですと203、坂井も8本ですと203になりますよね。さあ姫路ストライクを持ってきて204、当然ストライクでフィニッシュしておかなくてはいけない。いい感じだ。いや9本、もう十分で分かってますよね。203だ。さあ松永もう来た来たですよね。203。坂井はどうなる。あーもう象徴してますね、タオルかけてるのがね。自分で悔しがる姫路うらら、203フィニッシュ。さあどうなるこの後。8本以上ですよ、トップを取るためには8本以上。坂井美香テンフレ3投目、外からストライク、ストライク、205フィニッシュ。さあ松永はパンチアウトしかありませんよ。1投目いい感じ。熱いか、熱いか。この段階で松永ひろみの敗退が決まります。ちょっと欲をかいてしまったのかもしれないですね。さあ最後の一投です。9本191フィニッシュ。1回戦 F グループ過労してギリギリ坂井美香1回戦突破です。接戦を制し坂井が3大会ぶりの準決勝進出、松永が次回出場停止となった。